こんにちは、加藤沢子です。いや、最近レッツの退団選手とかに関するニュースが多いなって思うんですよ。なので今日はそれについてじっくり話していこうと思うんですけれども、今日も一人が寂しいのでアミちゃんを呼んじゃいました。お願いします。選手が退団とかってわかんないんだけど、退団した選手ってそんなやばいの？シーズンが終わって、12月から試合が始まる2月まで試合がないから物足りない感じはあるんだけれども、その代わり各チームそれぞれ移籍が動いたりするから、やっぱりなんかこの時期って別れの季節で、これまでレッツのエンブレムを背負って戦ってくれてた選手がいなくなっちゃうっていうのは切ないし、毎朝ワクワクする時期ではあるんだけど、にしても今年は結構動き出しが早くて、今の時点で退団する選手7、8人、9人ぐらいいるんじゃないかなってくらい、そういった意味でクラブの本気度も伝わるんだけど、寂しいなっていう気持ちも毎朝楽しみだけど、その知らせがレッツの選手だとみたいな風になっちゃう。さあちゃん毎日ニュース見てんの？そう、あのね、オフシーズン中の日課は毎朝一番にツイッターを開くってすごいね。最近の大きいニュースとかってあったりする？いやちょっと結構今年はどれもニュースが大きすぎて、2021年シーズンキャプテンでずっとレッツを引っ張ってくれてた阿部勇樹選手が現役引退、もうスパイクを脱ぐっていうことを発表したのが大きいなっていうのと、レッツのユースで育ってプロになってからはずっとレッツで頑張ってくれてた宇賀神選手も契約満了で退団。レッツ一筋ではないけれども、レッツといえばこの選手だよねっていう風に言われるくらい頑張ってくれてた牧野選手も契約満了で退団。昨シーズンに来たオーストラリア国籍でオーストラリアのオリンピック代表にもなってたトーマス・デン選手も契約満了で退団で、あとレッツのユースから上がってきた池高選手と大城選手が育成で他チームにレンタル移籍してたんだけど、そのままレッツには戻らないっていうのが発表されて、あとは今京都サンガにレンタルしてる福島春樹選手っていうゴールキーパーもそのまま契約満了で退団で、選手だけじゃなくて工藤コーチっていうコーチと浜のゴールキーパーコーチってすごいキーパーコーチの中でも腕がある人なんだけど退団。この時点でもうこんなに情報が出てて、皆さん傷に傷をえぐられてる状況だと思うそうなんだ。牧野選手は私も知ってる。え、そうだよね。牧野選手とか特にタレントっぽい活動もしてるからこそ、浦和レッツって言われて牧野選手ならわかるっていう人がたくさんいるから、そういった意味でもプレーだけじゃなくてクラブの広告塔的な感じでも大活躍してた選手だなって思うから、退団かと思って。楽しいね。今9人退団選手話してもらったと思うんだけど、その中で沢ちゃんが推してた選手とかっていたりする？推してたというか、一番ショックだったのは阿部選手の現役引退。今シーズンね、3ゴール今のところ決めたんだけど、どれ見てても衰えがないというか、本当に年齢による衰えを感じさせないくらいのプレーをしているのに現役引退かと思って、阿部選手って本当にすごくて、最初今 J2 のジェフ千葉ってチームでキャプテンやってて、すでにバリバリ活躍してる状態でレッツに来てくれて、レッツでも活躍して、一回レスターっていう海外のチーム行ったけれども、その後すぐまたレッツに戻ってきて、ほぼずっとレッツでやってくれてて、で日本代表としても大活躍で、レッツの歴史にも残ってる選手だけど日本のサッカー史にも残ってる選手だから、やっぱりレッツサポーターもそうだけどサッカーファンは阿部ちゃん引退かっていう風になって出てると思うし、なんか本当に今年って阿部選手含め40代とかのある意味で日本のサッカー史を築いてきた選手たちが結構引退するから、そういった意味で一個歴史が変わるなっていう切なさがあるね。
やなんか聞いてほしいのが、トーマス・デン選手も対談しちゃうんだけれども、本当に忘れられないゴールがあって、まあ、去年なんだけど、こぼれ球をセンターラインぐらいからダイレクトでボーンって打って、それがゴール決まったのね。で、その後のゴールパフォーマンスがすごくて、爆中したの。すごい。シュートする勢いもすごいし、その勢いで爆中して、あのシーンはスーパーゴールにもう認定されてたし、なんか週刊スーパーゴールみたいな、いや忘れられないね。実力がある選手だからこそまだまだ見たかったなっていうのはあって、結構今シーズン怪我が多かったから、あんまり実戦で見る機会がなくて、だからなんか本当に力のある選手だし、もっと見たかったなっていう心残りがある。はい、ということで今回は浦和レッズの最近のニュースをちょっとあれこれとお話しさせてもらったんですけれども、いやでも本当にあのこれだけ選手が退団するっていうことはやっぱり補強しないとチームとしても大変だと思うので、これからの補強とか移籍動向にも注目していきたいなと思います。で、この移籍動向に関してはまた別の動画でお話ししようと思っているので、ぜひそちらの方もご覧ください。ではこの動画を見ていいと思った方はぜひグッドボタンをお願いします。コメントの方で意見や感想もお待ちしているので、どしどしコメントの方もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。